foi um jogo muito difícil. 非常に難しい試合でした。レイソルが非常にいいゲームをプレイしたと思います。Eles têm jogadores assim. とてもレベルの高い選手が揃っているレイソルは、今季見せたことがないような、非常に高いパフォーマンスを見せたと思います。Eles usam muito bem a referência do. で、オルンガ選手をターゲットとしてうまく使っているというふうに感じました。E acho que o estado do gramado também acabou ajudando, porque. 最終的にはピッチコンディションが相手にとって有利に働いたかなと思います。浦和はボールを動かしたいつなぎたいチームですけれど、本日は濡れたピッチコンディションでボールが流れたり、あるいは水たまりがあるところでボールが引っかかったりして、あまり動かすことができませんでした。Pois é, eu vi os jogos passados do Rei Sol.レイソルの最近の試合を見てて、オルンガ選手がペナルティーエリアの中で非常に危険な存在であるということを認識してました。Normalmente eles usavam a bola direta nele, frontal, ou então eles faziam a bola direta. 縦パスで直接入れることもあれば、サイドでクリスティアノなどを経由して、オルンガに届けるというボールもあったりしました。Então, naquele momento, a gente com a vantagem no placar, eu precisava.Além de fortalecer o meio, リードしている中で、中盤の枚数を増やして、その起点のところ、プレーの起点のところを止めようというのが一つの考え方でした。もちろんサイドからのクロスを阻止するということも、狙いでした。失点のうちの一つはそういったクロスからのものでした。長澤はもともと攻撃的な役割も担っています。彼をボランチとして見る方も多いかもしれませんけれど、私はプレーヤーとして見ています。攻撃の能力も高くて、本日の試合でも前回も点を取っていますし、2対1の時間帯で彼がもう1点取っててもおかしくなかったと思います。Muitas vezes o jogador é rotulado de volante, de zagueiro, e não pode assumir uma outra função. Mas, 例えばボランチ、あるいはセンターバックとして、一つのレッテルを貼ったり、くくりつけたりするということは私はあまりしたくありません。もちろん彼にも守備的な役割はありますし、攻撃的な役割もあるというところで、それを発揮してもらっているところです。長い間、怪我で離れていた彼のコンディションが戻ってきているところで、今そういった力を発揮してもらっています。Olha, às vezes é instabilidade do jogador mesmo, às vezes é imaturidade. A gente procura orientar e tranquilizar o jogador.時に選手個人の不安定さもしくは未熟さが出てしまうことがあります。そして本日は橋岡はブラジルではボールを追い越す動きといいますけれど落ち着きがなかったですね。もう少し落ち着いてプレーするということが求められました。フロンターレもうまいですね。フロンターレHoje, na liderança do campeonato, é realmente uma equipe que merece isso. リーグの順位表の首位に立つのに値するチームだと思います。Mas isso é uma coisa que nós temos treinado muito aqui, né? そして私たちの場合は、たくさんトレーニングしてます。Dá essa capacidade, principalmente aos nossos homens de frente.De roubar bola no... 前線の選手たちには前からの守備も求めてまして、相手からボールを奪ったときにコンビネーションするというところからそのような流れになってます。Agora, é claro que é indispensável a participação de jogadores de nível, né? Kashiwagi, o Muto, Muto, o Koroki, né? São jogadores que pensam o jogo, que são jogadores além de habilidosos, eles são inteligentes. 技術があるだけではなく、賢い選手たちです。ですので非常に高いレベルの選手たちがそういったプレーに関わっています。ですのでフィニッシュの瞬間のところに浦和で特別な形が生まれているのはそういった理由からかもしれません。いろいろありますね。ocorre que houve um momento no Kashima que 鹿島にいた時は多くのチームが引いて守ることによってその早く前に行くチャンスを与えてくれないという試合も多かったと思います。Hoje aqui, quando o adversário sai mais um pouco e não consegue
今浦和では、浦和で戦っているときに相手が攻撃的に来て、こっちがボールを奪ったときに切り替えで、上回ったときにそのような形が生まれていると思います。決定が生まれていると思います。最も状態のいい選手を使うというところがまずベースになっています。試合数は少なかったですけれど、皆さんもご存知の通りファブリッシオは、ペナルティーエリア内で、アグレッシブに存在感を見せるタイプの選手でした。com a ausência dele nós tínhamos que buscar uma forma de continuar sendo efetivo no ataque。彼の不在のところで、どのように、同じように攻撃を機能させるかということを、考えました。E ao mesmo tempo não deixar de ter uma defesa forte porque todo adversário aqui no Japão especialmente。そして J リーグで対戦したどのチームにも、非常にいいフォワードがいますので、攻撃の力も同時に緩めてはいけないということでこのような形になりました。E com o novo posicionamento do Nagasawa。ファブリッシオがいたときは、ファブリッシオは最初からペナルティーエリアに近いところから入っていくという役割でしたけれど、このシステムの中では長澤にタイミングを見て後ろからペナルティーエリアに侵入していくということを求めています。違った形ですけれど、最終的にはペナルティーエリアに入っていくというところは変わっていません。そうですね。Inclusive um deles nós trabalhamos bastante para que não acontecesse。その失点のうちの一つは、かなり練習もしてきた、形でした。失点しないように練習してきた中で、決められてしまったのが一つと、もう一つは中盤で、もうプレーを止めて、置けたものをしなくて、失点してしまったのがもう一つの失点ですね。Mas o fator principal é a qualidade。もちろん速くて、賢い相手選手を称えるべきでもあると思います。私たちのミスをうまくついて、得点を決めた相手も称えるべきです。Pessoal, vamos embora para casa rápido que hoje tem tufão aí, hein? 台風が近づいてますから、早く帰ってください。Vamos embora, hein? 帰りましょう。Quem mora longe vai pegar trem, ó. 遠いところの人は電車がなくなるかもしれませんよ。